はい、おはようございます。映画紹介感想いきたいと思います。天気の子見ました。新海誠監督ですね。アニメーション、はい、この色いいですね。空の色なんでしょうか。はい、よかったですね。自分は個人的には君の名はよりも、記憶に残りました。はい、2019年アニメ作品、新海誠監督、他君の名はあと数本あるんですけど、君の名はは映画館で見に行って、まあすごい映像すごい綺麗でしたし、ただあんまり残んなかったなっていうのが率直な感想だったんですけど、今回の作品の方が、記憶に残りました。すごくいいシーンありましたし、スタジオジブリのなんかいいところをちゃんと見習ってというか、盗んでというか、プラス自分の世界も出してましたが、個人的にはまだ、スタジオジブリの方が好きなんですよね。はい、っていうのが率直な感想ですかね。でも素晴らしかったです。はい、満足度90ぴったんこぐらいですかね。まあおすすめでございます。意外と声優さん、役者さん出てたんですね。主役の男の子はこの声優さんなんですかね。大悟小太郎さんっていうんでしょう。すごい名前ですけど。で、森七菜ちゃんとか、本田翼ちゃん、どこの声だったか、結構なところの役の声だと思うんですけど、ちょっと分かんなかったですね。平泉さんは分かりました。刑事役の人。小栗旬さんも今思えばあの声がそうだったかなっていう感じですね。で、倍賞千恵子さん、おばあちゃんの声は分かりましたね。はい、他声優さんがやってると思うんですけど、設定もすごい好きですし、ネタバレしますが、主役の女の子が、あるビルの屋上に登った時から、空とつながったというか、自分が雨が降ってる時でも晴れにできる能力を身につけてしまった瞬間があって、それが後に分かっていくんですけど、その子が主役の男の子と出会ってっていう感じですかね。で、ある時、東京に、舞台は東京です。なので、いろいろ出てきますね。東京の、ほぼほぼ2019年作品なんで、今の景色、ビル、新宿だったりとか、あれあそこだなとかっていうのを忠実に絵で表現していて、まあ絵のタッチもなんかこう、水の雫だったりとか、光だったりとかっていうのも、まあ、綺麗に、表現してましたし、で、その女の子が東京に大雨が降って洪水になったりとかして、これはまずいということで天気を天気にすると、雨をやめさせるっていうところなんですけど、まあその手前で商売になっちゃうんですよね。その大洪水が起きる前、どっかのイベントがあって、雨が降って困るなーっていう時、その人、その女の子呼んで、いくらでもいいんですけど、50円玉払うシーンがあったりとか、1万円のピン札も束で渡す人がいたりとか、料金は設定してないみたいなんですけど、晴れ女という、バイト、お仕事が成立してしまって、で、その後に大洪水が起きてっていう、世の中のために雨を、
辞めさせるっていう、それを使ったがためにその女の子が、違う世界に行っちゃって男の子が助けに行くっていうような感じですかね。で、後にその途中に、警察に追われてしまうような出来事があって、男の子警察に追われていくんですけど、まあ最後のシーンにつながるんですけど、手錠をかけられてそれでも、逃げられるシチュエーションがあって逃げて女の子を救いに行くんですけど、女の子のそこの違う世界で会った時に、手錠をつけたまま空からこう手つないで降りてくるシーンとか、そういうのがなんかこう記憶に残る、まあそれだけではないんですけど、シーンが多々ありました。はい。なので、ただ何かなんだろうな、そのジブリとの違いはもう好みなんですかね。これそれでもジブリ好きだなって思う自分がいました。はい。でも最後までね、歌エンディングテーマとか聴きたくなりますし、最後までじっくり歌が終わるまで、エンディングテーマ終わるまでジーンとしながら、見たくなる映画でした。はい、そんな感じでしょうかね。あの、その違いは何なのかなって思うんですけどね。強いて言うなら、ちょっとバランス多少観客に、まあ媚び売るじゃないですけど、あの女の子のキャラクターが何か言うたびにウケるっていう、それが本田翼ちゃんの恋なのかな。結構その主人公の男の子が働いてる場所、バイトしてる場所の女性なんですけど、ウケるとか言うんですけど、そういうのがなんだろうな、今風の言葉にあえてしたのかちょっとわからないんですけど、あんまり宮崎さんの作品の場合はご本人が好きな言い回しだったりとか、素敵だなと思うセリフだったりとか、まあ言い回しですよね、言い回し、単語、今風とかあんまりというか全然気にしてないような気がするんですよね。自分の作りたいもの、素敵なもの、それを作って気がついたらみんなが見るっていうような、あくまでもヒットさせなくちゃいけないっていうのも分かるんですけど、ちょっとそれがまだそのバランスがあれなんですかね。そこはちょっと自分の、視聴者見る人関係なく、自分の素敵だなと思うセリフだったりとか言い回しにしちゃえばいいのになっていうのが、そこが大きいんですかね、多分。まだジブリ好きだなって思うのは。はい。でも、はい、素敵な作品でした。天気の子。はい。さあ、今回はこの一本ですね。はい。で、これ今日また、見れなくて返さなくちゃいけないんですけど、また借りてきます、すぐに。韓国映画ひまわり、この2本はね見たかったんですけど見れなくて、 All About My Mother、 これも見たいんですよね、洋画で。今言った紅の豚借りてきました。あとジブで見てないのは紅の豚とキムタクがこうやって、ハウルの動く城見てないですね。多分その2本だと思います、宮崎作品は。あと、違う高畑さんの、伊沢さんの作品とか、平成ポンポコタヌキとか、あの辺、ホタルの墓も見てないですかね、自分。あっちの作品は何本か見てないなんですけど、宮崎さん監督のやつは、
全部監修のやつはあとこの2本だけですね。紅豚ハウルの動く城だけだと思います。見てないの。はい。でマイフィセント、これちょっと気になってたんですね。眠れる森の美女の魔女の方の目線の作品ですかね。アンジェリーナ・ジョリーです。はい。それからこれ最新つったらいいんですかね、クリント・イーストウッド監督の結構最新のジャージーボーイズ、これね絵がめちゃ気になったんで、これこういう感じですが、パッケージはなかなかなんか気になるパッケージで、で懐かしいスパイキッズ、これなんかちょっと子供たちが活躍しちゃうアクション映画ですね。でインスタでちょっと紹介されてたんで改めて見てみようと思ったのがブラックレインでございます。これかっこいいですね、ちょっと紫がかって。はい。これはまあ、もちろんだいぶ前に見てるんですけどかなり忘れてて、インスタでもう一回見てみたらすごく良かったっていう風に、はい、言っていたんで、たまに映画でやり取りするフォロワーさんの、はい、こんな感じでございます。はい、以上映画紹介感想でございました。またねー。